今回NiziUの新曲パラダイスのミュージックビデオが公開されたということですね。おめでとうございます。しかもですね、この新曲パラダイス、この曲はですね、なんと本日3月3日金曜日公開の映画ドラえもんの主題歌なんです。素晴らしい。ドラえもんの主題歌ですよ。素晴らしいですね。これをね、ドラえもんの主題歌をするっていうのはね、やはりこの国民的なね、好感度がある人たちじゃないとできないと思います。老若男女から愛される、好感度の非常に高い、グループじゃないとできないということですね。例えばね、このね、不倫するね、ラッパーとかじゃね、無理ですよ。てかね、不倫するラッパーはね、リマのお父さんなんですけど、いや、今のは聞かなかったことにしてください。ということでね、素晴らしい。で、私、これね、見えました。何が見えかというと、この曲がですね、エンドロールに流れてくるわけですよ。この映画の感動、余韻が残ってる時に、この曲がエンドロールで流れてくると、するとですね、やっぱこの作品の良さと、このNiziUの楽曲の良さが、このミックスされてですね、よりこう感動が深まるというね、子供たちもね、多分ドラえもんから大切な教訓をね、学んで、何か大切なものを学ぶと思います、この春。で、涙を流す。そしてそのね、ついれてきた親もね、涙しちゃうんじゃないかなと思います。それほどね、素晴らしい曲なんですね。そしてですね、なんとこの曲、なんとNiziUと同じ事務所、JYP の先輩、ストレイキッズの方々が作ってくれたということで、ありがとうございます。ストレイキッズ、スキズ先輩、素晴らしいですね。はい、スキズ先輩はですね、今、とてもとても勢いのある男性グループということで、こういう楽曲をね、後輩のNiziUちゃんのために作っていただいてありがとうございます。本当に素晴らしいね、楽曲に仕上がってたと思います。はい、そしてこのミュージックビデオのね、内容に触れていきたいと思うんですけども、まず思ったのがこの最初のこの鏡に見えるこの万華鏡みたいに見えるところ、素晴らしい。これはNiziUがぴったり揃ってるからこそできることだと思います。ここね、まずすごいなと思いましたし、もう一個はやっぱり、この万華鏡とか近いんですけども、こうみんながこう TWICE みたいな格好をして、鏡に見えるとこですね。ここすごいなと思いました。鏡に、これみんながピタッと揃ってないとね、鏡かなと思った。あ、これみんなが揃ってるから鏡に見えるんだと思ってね、感動したわけですけども。はい。そして、この曲自体がこう、さすがなと思うのが、こう、ね、明るいですけども、どこかこう、泣ける、感動する、なんか大事なものをこうメッセージとして伝えてくれてるようなね、こう、優しい感じですよね。こう、明るいだけじゃなくて、こう、よしよしみたいなね、感じだと思います。こう、だからこう、今までの曲調とは違って、こう、何かこう、ね、大切なメッセージを我々に届けてくれるような曲なんじゃないかなと思っております。まあ、私もですね、まあちょっとドラえもんの映画を見に行くかはわからないですけども、ちょっと検討しようかなと思います。ドラえもん見てみてもいいのかなと。はい。ただ、普通の、男の人が映画館に一人ドラえもん見に行ってたらちょっと怖いなと思うので、まあちょっとね、映画館に行くのはね、こう、子供たち、親のね、目もあるのでですね、まあレンタル DVD になってから、もしくはロードショーになってからですね、検討したいなと思います。NiziUのパラダイス、とてもとてもいい曲でした。以上です。